えー、それではこんにちは。こんにちは。今日お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。あの中島農園さん、はい、あのレンコンやってらっしゃるということで、はい、実は中島農園さんは超有名だということを聞きました。なぜかというと私があのあるところで奥多摩で講演会やったんですね。はい、それでワトテンのことを話したらですね、僕佐賀に住んでて子供の頃から中島農園さんにねよく遊びに行ってたんですよ。で佐賀何もないところでレンコンしかないんで、それで中島農園さんすごい有名で、私知ってるんですよっていう人がいましてね、びっくりしてね、この世の中狭いなと。そんなに中島農園さんってのは有名なんだと佐賀でということを私去年そういうことがあったんです。本当にあのもうレンコンはもうあれですか、何代目ですか。いやレンコンは、はい、レンコンやってまだ何年数年なんですよ。いやでもずっと農家、代々農家。いやえあのねお父さん最初一番最初アートテント出会ったのが、うん、私大家さんのとこにお仕事行ったわけ。その時は何やったんですか。土木業。あそうですか。そで土木業もともと、もうなんか10代ぐらい続いたレンコン農家かと思ってましたけど違ったんですね。あそうだったんだ。これ何年で聞いたらさ、まあ、ちょっとその時はなんかわけわからんやったわ。あそれ何年前ですか。もう10年ぐらいね。あそうな、その時は建築業やってた。10年、あの地震のしてから何年だかな。10年も過ぎならない。そうかな、西方沖地震。あれ、7、8年ぐらいなかった。うん、そのぐらいなんね。8年はなる。そうですか。7年、8年はなる。じゃあちょっと大家さんの方から伺った方がいいですかね。